グレート・ホワイトはアメリカ合衆国のハードロックバンド。LA メタルムーブメントの中から頭角を表し、1980年代後半から1990年代初めにかけてヒット作を連発した。1990年代半ば以降はヒットに恵まれなかったもののアルバムをリリースし続けた。2003年。 ボーカリストのソロユニットがツアー先のナイトクラブで演奏中に火災が発生、バンドのギタリストを含む100名の死者を出す事故に遭遇。以来しばらくブランクが続いたが、2007年にニューアルバムを発表して、シーンに復帰した。1978年にジャック・ラッセルとマーク・ケンドールが中心となり、ロサンゼルスで結成されたダンテ・フォックスが前進。 1982年にグレートホワイトへと改名し1983年自主制作のミニ LP でレコードデビュー。バンド名はグレートホワイトシャークに由来し、ジャケットにサメがあしらわれた作品も多い。翌1984年最初の歌集発表後、成績不良のため音楽会社に契約を打ち切られるという多難な船出であったが、 1986年に発表した2作目の歌集、ショット・イン・ザ・ダークが成功して復活。以降、LA メタルとは一線を画すブルースに根ざしたハードロックバンドへと転移した。1987年、ブルージーで骨太なハードロック色を打ち出した3作目、ワンス・ビトゥンが合衆国23位を記録するヒットとなり、楽団の人気を決定づけた。 続く1989年発表の歌集、Twice Shy、1991年発表の、フックともそれぞれ合衆国9位、18位を記録。これらの歌集から、ロックミー、ワンスビトゥン t ワイスシ w i c e Shy をはじめとして、単価の商業成功もいくつかま生まれた。1990年には、グラミー賞候補にノミネートされている。 1990年代中盤以降は好成績には恵まれなかったが時代と距離を置きつつ活動を続けていた。ジャックのロバート・プラントに似た性質を生かしたレッド・ゼッペリンのカバーを収めたライブアルバムやナイトレンジャーのジャック・ブレイズを制作者に迎えた歌集も制作している。2000年、ジャックを除くメンバーが脱退、実質的にオリジナルのグレート、 ホワイトとしては解散、創作活動休止の状態となる。実際にはマークは時折バンドに加わって演奏していたものの、ジャックは自らの名を冠した個人企画、ジャック・ラッセルズ・グレート・ホワイトとして活動を続けていた。しかしその最中の2003年2月20日、10年先のロードアイランド州エストオリックのナイトクラブ、ザ・ステーションで、 演出に使用した花火がカーテンに引火し火災が発生。同プロジェクトのギタリストを含む100名が死亡する惨事となった。事故後、しばらくなりを潜めていた楽団だが、事件が決着を見た2006年に1999年、当時のメンバーで再結成。2007年、8年フェリのオリジナルアルバム、バックトゥザリズムを発表。2009年には、 アルバム、ライジングを発表して、完全復活を果たし、順延活動を続けていた。しかし2009年、ジャック・ラッセルは怪我の手術と療養のためだったこの間バンドは、コジェーニー、レインやポール・ショーティノーをボーカルに立てて、ツアーを続行。ジャックは回復後再び別バンドのジャック・ラッセルズ、グレート・ホワイトを結成した。残った。 グレート・ホワイト本体は元、x y g のテリー・イルスを公認ボーカリストに迎えてデビュー30年目の2012年新ラインナップによるアルバムイレーションを発表している。2018年ボーカリストがミッチ・マロイに交代。ありがとうございます。